アンドリュー・サリスはアメリカ合衆国の代表的な映画評論家。特に作家主義を提唱したことで知られ、1970年代から90年代までの英語圏の映画批評において極めて大きな影響力を持った。1928年10月31日、ニューヨークのブルックリンで生まれた。1951年に、 コロンビア大学を卒業した後3年間兵役に、就くが、その間に映画コラムニストとして、執筆を開始している。1954年に除隊、統計局で短期間勤務した後パリに赴き、1年にわたって映画関係者と交流を深めた。この時フランスの映画雑誌、カイエリュシネマで活躍していた、トリュフォーやゴダールの地記を得ている。帰国後。 当時の米国で若者に絶大な人気を集めていたビレッジボイス氏で映画コラムニストに抜擢され同志を舞台に活発な映画批評活動を開始する。ここでサリスは特に主流メディアの映画批評を正面から激しく批判する戦闘的な姿勢で注目されることになった。特に1960年に公開された映画最古表では当時の主だった。 新聞、雑誌が、戦場的すぎるとして、批判を強める中、ヒッチコックによる、映像表現の独自性を認め、傑作として高く、評価した。サリスの挑戦的なコラムで、ビレッジボイス氏には、読者からの苦情が殺到したが、逆に雑誌の注目が高まると考えた、編集部が、サリス続投を決定、その後29年間にわたって同志に、 映画コラムを掲載することになる。ジョン・フォード、静かなる男ポスター。サリスは後期、フォードの作品群を作家主義の代表例として高く評価した。サリスは外国映画とアメリカ映画を共に高く評価し、一部知識人のものに過ぎなかったイタリア映画やフランス映画を一般の観客が広く受け入れるきっかけを作ったと言われる。 次々に内外の傑作を紹介するサリスのコラムが若者の間で次第に大きな影響力を持つようになったため、米国における代表的な映画評論家と目されるようになり、1966年に全米映画批評家協会が創設された際は創立メンバーとして名を連ねている。またサリスは作家主義、オッターセオリーオータリズムの英語圏における 中心的な提唱者とみなされている。作家主義とはトリュフォーを中心とする映画監督、批評からがフランスで進めた映画批評の方法論で映画が映画監督という一人の個人の創造性、独創性によって作り出されることを重視する。サリスは1968年に発表したアメリカ映画監督と 潮流1929から1968において、作家主義を全面的に展開し、映画批評のみならず、その後の米国の映画研究の潮流を強く、方向づけた。現在米国の代表的な映画研究者である、ボルドウェルやネアモアは、若い頃に読んだサリスの文章から決定的な、影響を受けた、と振り返っている。1969年、 映画評論家のモリー・ハスケルと結婚。この頃から母校コロンビア大学の映画学科で教壇に立つようになる。サリスの活動は映画監督や脚本家など実作者にも幅広い影響を及ぼすようになり、一時サリスと共同オフィスを持っていた映画監督のマーティン・スコッセ氏は、サリスが当時の監督志願者にとって最も重要な映画の教師だったと述べている。 1989年には、ビレッジボイス氏から、ニューヨーク・オブザーバー紙に、寄稿先を移し、晩年まで映画コラムを書き続けた。2012年6月、83歳で没する。サリスの映画コラムの戦闘的な姿勢は晩年まで変わることがなく、そのために、論的は、数多かった。特に、ニューヨーカー氏の人気コラムニストだったポーリン・ケールとは、 生涯を通じて論争を繰り返した。論争の中心はサリスが提唱する作家主義である。1962年にサリスが作家主義を論じたエッセイを発表した後、ケールはこれを全面的に退りける論文を発表した。ケールによれば、サリスの作家主義論は映画作品に内的な意味を求めすぎており、 作品とは関係のない再現ない深読みに陥る危険がある。また映画というジャンルにおいては、脚本家やプロデューサー、カメラマンなど多くの人々の共同作業として、作品が成立する以上、映画監督という一人の個人にのみ、作品の芸術性が依存していると考えるのは、誤りである。サリスは、再びこれに激しく反論しているが、ケールも遮断な筆致で、 幅広い読者の人気を集めていたため、どちらを支持するかで、映画ファンの立場も2分され、サリス派、ポーリン派、サレスツ、ポレッツなる言葉まで生まれている。この他サリスの作家主義に対しては、ニューヨーク市に寄稿する映画評論家、ジョン・サイモンを中心に、サリスは監督による人工的な構築物としての意味を、 強調しすぎるあまり、映画における物語の役割を不当に、軽視しているといった批判が行われている。またサリスの、アメリカ映画、監督と、潮流1929から1968は、現在に至るまで米国の映画批評、映画研究に、大きな影響力を保ってきたが、そこに示されている評価が、単なるサリス個人の功に基づく独断に、 過ぎないという批判もしばしばなされてきた。同書においてサリスは、サイレント期から1960年代までの映画監督150人ほどを歴史し、殿入り、一発や、見る価値なしなどと、グループ分けしているが、ここでサリスは後に巨匠と目されるようになった、ビリー・ワイルダーも、才能不足と酷評し、スタンリー・キューブリックの2001年宇宙の旅は、 一貫した物語を綴る能力が欠如、映画ではなく、イベントに過ぎないなどと切り捨てている。裁判年に至って、サリスが、ワイルダーやキューブリックを高く評価する立場に転じた、ことも、映画監督の評価のあるものに抜きがたい曖昧さ、不確かさを見て取る、作家主義批判に根拠を与えている。一方で、サリスが推し進めた、作家主義は、 当時庶民の娯楽としてのみ見られがちだった映画が文学や絵画と同様の高い価値を持つ芸術作品だと考える見方を米国社会に広く普及させた。また作品に現れる映像技法やそこで表現される映像の意味を監督の視点から読み解こうとするサリスの手法が印象批評に陥りがちだった。当時の映画批評の水準を大きく引き上げ、その後の米国における 映画研究の発展に重要な道筋をつけたことも大きな功績である。ありがとうございます。